どうも、なおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。以前動画でスフィア集めをやったんですけども、もっと効率のいい集め方を教えてもらいました。動画ではオペラを使ってグラビティシェルを連発したんですよね。あれでも十分早いんですけども、4人でやるともっと早いということですね。今回はオペラ、エルネスト、ボーマン、クロードでやるんですけども、他のパーティーでもいいと思います。まあ、エルネストとオペラは入れた方がいいかなと思いますよ。で、装備が重要になります。まず、攻撃回数が増える装備をつけましょう。プラスでスフィアアップですね。ファクターのスフィアアップ。これは必須です。で、もう一つ、クリティカルが出ると MP が回復するファクター、まあ、2種類あると思うんですけども、それをつけてください。で、装備はこれで OK です。うん、別に無敵にならなくてもいいみたいだね。で、必殺技に、ブレイク系をつけてください。ボーマンブレイク系入れました。エルネストも、で、オペラもグラビティシェルが入ってます。このブレイク系を入れるっていうのが重要ですね。はい、ではとりあえず戦ってみましょう。それともう一つ、隊列も重要でしたね。アサルトシフトです。スフィア排出量が 30% アップします。隊列はこれにしてください。で、戦う相手なんですけども、音楽の悪魔で、レベル4のウィアードビーストですね。特定の装備をしないとダメージ1しか入りませんので、こいつをとにかく袋叩きにするというやり方です。はい。で、自分が使うキャラクターは、攻撃ボタン連打で OK です。で、仲間はバランスよく戦うにしてください。ガンガン行こうぜみたいなやつにするとなんかね、動かなくなったりするんですよ。なので、バランスよく戦った方がいいかと思います。必殺技もね、いい感じに打ってくれるし、ブレイク中は MP を回復してくれますので、もうこれがとにかく早い。本当に次はボロボロ落ちるもんね。はい、とりあえずこれでどれぐらいかかるのか放置してみましょう。どうだろう、もう終わってるかな。ちょっとここで、逃走して見てみましょう。多分もう終わってんじゃないかな。どうだ、ああ終わってる終わってた。はい、5万個達成、これ楽勝だな。はい、ということでコメントありがとうございました。スフィア集めは4人でウィアードビーストを袋叩きにした方が断然早いっていうのが分かりましたね。で、1分間にどれぐらい入手できるのか調べてみました。そうしたところ、1分間で3500スフィア集めます。なので5万スフィア集めるのに、まあ14分ですね。14分で、結構難しいミッションなんですけども、完了させることができます。まあ、多分、エルネストとオペラは固定で、ボーマンを、そうね、ウェルチとかにした方がいいのかな。そうすると、もっと早いかもしれません。まあ、この構成でいくと、14分で5万個達成するみたいです。これはめちゃくちゃ早い。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。